最近気がついたんだけど、ナムコプロってツッコミ役が少ないような。イオリちゃんとかしずかちゃんが頑張ってツッコミしてくれてるけど、人数のバランスが悪いかも。そうだ、私がツッコミになればいいんだ。早速練習してみようっと。なんでやねん。なんか違うな。なんでやねん。なんでやねん。あ、今のは手応えあったかも。よし、もっともっと練習しようと。目指せ、ツッコミマスター。なんて。なんでやねん。え、あ、すみません、プロデューサーさんに突っ込んじゃいました。今ツッコミの練習をしていて。社長さんがお話があるって言ってましたよ。はい、なんでやねん。じゃなかった。いってらっしゃい。なるほど。この実況動画というのはなかなか面白いね。やっぱり社長なら分かってくれると思いました。他にもいろいろな動画があって。うん、おとなし君に教えてもらってね。私もこうして若者文化を勉強しているんだよ。社長たるもの、常に流行には敏感でいないとね。君も一緒にどうだい。ほら、この動画とか。社長、今日はプロデューサーさんにお話があるんじゃなかったんですか。おっと、そうだった。ああ、今日は君に地方公演についての話をしようと思っていたのだよ。その通り。前回の公演も大好評。地方公演は今や劇場の新名物と言っていいだろう。今回もまたナムコプロのアイドルたちの魅力を地方のファンに届けてきてほしい。頼めるかね。おはは、気合十分のようだね。それではよろしく頼むよ。と、そうだ、今回は野々原あかね君と半田ロコ君をメインにと考えているんだが、どうだろう。社長、今回も曲を用意してあるんですよね。実に可愛らしいラブソングだ。彼女たちなら歌いこなしてくれると信じているよ。だが今回の地方公演はそれだけではなく、君、さらに上を目指してみないかね。より多くのファンをつかむためにプロモーションに力を入れてみようじゃないか。
うん、素晴らしいアイデアで公演を最高に盛り上げてくれたまえ。期待しているよ。アカネがキュートに見えるベストな角度は、アカネもうちょっとレフトです。もうちょっとレフト、こうかな。ロコちゃん、ディファレントです。首はレフトで、肩はライトで、目線はダウンワードです。首が左で、肩は右で、目線が…プロデューサー、グッドモーニングです。でもちょっとだけウェイトです。アカネのポートレートをドローイング中なんです。コンセントレーションさせてください。忙しいロコちゃんに代わって、スーパーモデルのアカネちゃんがポーズを取りながら解説しよう。ロコちゃんはアカネちゃんの愛らしさを広めるために似顔絵を描いてくれているんだよ。ちゃんがすればどんなポーズも可愛いからね。インスピレーションがエクスプロージョンです。ここをこうして、色はブルーの方が、うつうつ、はい、これでフィニッシュです。アカネのポートレートコンプリションですよ。見せて見せて。予想はしてたけど、シューラレアリズムだ。どうですか、アカネのマルチプリシティ、ロコなりにエクスプレッションできたって思います。ふう、アカネちゃんの想像とはちょっと違ったけど、でも嬉しいよロコちゃん、ありがとう。お待たせしました。プロデューサー、大事なタスクですか？大丈夫、わかってるよプロちゃん。アカネちゃんをなでなでしに来たんでしょ。デュエット？アカネちゃんとロコちゃんが？それ本当ドッキリとかじゃないよね。アカネとロコのデュエット、これはきっと話題をドミネートするに違いありません。ロコちゃん、これはチャンスだよ。アカネちゃんたちの力で公演を大成功させなくちゃ。よくぞ、よくぞアカネちゃんにその話をしてくれたね。アカネちゃん、そういうの大得意だから、マーケティング担当として最高に盛り上げちゃうよ。ロコちゃんがいればデザインも攻められるし、いける、これはいけるよ。オフコースです。最高のプロダクトをクリエイトしますよ。
早速ですけど、どういうプランで進めますか？方向性についてミーティングしたいです。やりたいことはたくさんありますけど、まずはブレストが大事ですからね。テンションの高さならアカネちゃんも負けない。二人で業界に革命を起こすのだ。では早速ミーティングだよ。プロちゃん、セッティングやろ。プロデューサーさん、おはようございます。プロデューサーさんもアカネちゃんとロコちゃんに呼ばれてるんですか？はい、地方公演のプロモーションでって聞きました。でもでも、今から何をするんでしょう？プロデューサーさんは知ってるんですか？プレゼンかプレゼントか知らんけど、二人して何するつもりなん？すぐにわかりますから、このモニターにアテンションしてください。いきますよ、スイッチオンです。地方公演のプロモーションを一任された我々は、十数時間にも及ぶミーティングを行い、二人で十数個ものプリンを消費したのだった。え、なになに、プロちゃん、マイクの調子が悪くてそっちの音聞こえないみたい。導かれたどり着いた結論、それがこれ、アカネチャンネルだよ。アカネチャンネル？地方公演のメンバーをゲストに生放送番組をウェブでオンエアするんですよ。メンバーを紹介しながら公演もコマーシャリングするというイノベーティブなアイディアです。くれると思ってました。それで公演メンバーのナオとアリサにもスタッフとしてアサインしてほしいんですけど。アイドルちゃんの、アイドルちゃんによるアイドルちゃんのための生放送、これはすごいコンテンツになりそうです。アリサにもぜひぜひやらせてください。うん、めっちゃ面白そうやん。せやけど、私らは何したらいいん？アリサちゃんはもちろんカメラマンだよね。で、ナオヤンには構成台本をお願いしたい。あー、構成台本ね。え、構成台本？私そんなんやったことないけど。ナオちゃん、アリサも手伝います。ほんまですか？まあ、アリサとプロデューサーさんがそう言うなら。それとね、アートディレクターのロコちゃんには番組のマスコットを作ってもらいます。
の顔として、あかねちゃんたちのデュオをブランド化、公演の宣伝もグッズ販売もできて一石二鳥だよ。あかねロコのアートにそこまで期待よ。感激です。そのオファーもちろん受けますよ。ロコのマスターピースにしてみせますね。なになに、プロちゃん、ちょっとマイクの調子が、ガピーザザ。モニター前のみんな、お待ちかね、あかねチャンネルの時間だよ。今日はあかねちゃんたちのドキドキな舞台裏風景と感動ドキュメントをお届けするね。チェケラ。なおちゃん、アリサはもうダメです。アリサ、倒れるときは一緒にって約束したやん。しっかりするんや、アリサ。クリエイティブにとってインポータントなのはセンスとコンテンポラリーなフィーリングです。ジェネレーションとの間に生まれるコンフリクトがアートをネクストステージに。北国から来たアイドル、ひなたんの朝は早い。地方公演の準備に加え、野菜の世話もあるからだ。手を抜いたら美味しく育たないからね。アイドルもガーデニングも一緒だべさ。気になるのは最近植えたキュウリのことだという。頑張れひなたん、最高の収穫を目指して。なんでやねん、目指してるんはもちろん最高の公演やんな。公演もキュウリもみんなに喜んでもらえるように頑張るべさ。みんな見に来てね。プロデューサー、お疲れさんです。あたしあんな感じでよかったんだろうか。はい、最高でした。ひなたちゃんの癒しのオーラがモニター越しにあふれていました。そうかねでもあたしアドリブなんてできそうもなかったから、ナオさんの台本があって助かったべさ。役に立てたみたいでよかったわ。日向宛てのコメントいっぱい来とったで。見て見てみんな、再生数も番組登録者数もどんどん伸びてるよ。日向のゲスト会成功ですね。あかねチャンネルは止まりませんよ。我ながら怖い。あかねちゃん、自分たちのあふれんばかりの才能が怖いよ。なあなあプロデューサーさん、私作家の才能あるんとちゃいます？アリサもこんな形でお役に立てるなんて。カメラ越しにアイドルちゃんを見つめ続けてきてよかったです。
でも今日はご褒美でデラックスランチ食べたろう。だったらアリサもスペシャルパフェを食べちゃいます。ひなたちゃんはどうしますか？私は普通のご飯でいいよ。大丈夫、次の公演絶対成功しますって。うん、ロコとアカネは何する？あ、ロコは今日はゴーホームです。やることがあるので。ん？どうしたの、ロコちゃん？はい、実はアカネにリクエストされたマスコットキャラが思うように進まないんです。次の生放送でロコたちのデュオのイントロダクションがありますよね。それまでにコンプリートさせないと。そうだよロコちゃん、よく考えたらいろいろ忙しい時にマスコット作るの超大変そうだし。ノープロブレムですよ、アカネ。プロデューサーも。何よりアカネがロコをリスペクトしてくれてます。期待にパーフェクトに応えてこそアーティストです。ロコちゃん、わかったよロコちゃん。アカネちゃん楽しみにしてる。任せてください。それじゃあみんなネクストタイムに。
今の放送再生数ミリオン超えてたで。この勢いのまま公演本番まで行きたいとこやな。プロモーションとしては大成功だと思います。ですよね、プロデューサーさん。プロデューサー、プロデューサー、生放送に間に合わなかったこともですけど、ロコは何よりアーティストとして。気にしない気にしない、ドンマイだよロコちゃん。マスコットのことならゆっくりで大丈夫だから。あのロコ、帰りますね。え、ちょっとロコちゃん、行っちゃった。あれどうしちゃったのかな。生放送ちゃんと成功してるよね。大成功だよね。茜ちゃん、もしかしたらそういうのは関係ないかもです。え、アリサ、なんとなくですけどロコちゃんの気持ちわかる気がしてですね。ロコちゃんは茜ちゃんに頼ってもらえたことが一番大事で、とっても嬉しかったんだと思います。はあ、それやん、もう絶対それやん。え、ナオヤまで分かっちゃったの。うん、なんとなくやけどな。ロコは茜に頼られたんがめっちゃ嬉しかったんや。茜の期待に応えたらめっちゃ喜んでもらえると思って、それで張り切ってたんやろな。茜ちゃんの期待に。結局マスコットは間に合わなかったんですけど、でもそれでも別にいいんだよって言われて、実はそんなに期待してもらえてなかったのかなって思っちゃったんじゃないかと。違うよ、茜ちゃんはただロコちゃんに無理してほしくなかっただけだよ。けどそっか、茜ちゃんロコちゃんを傷つけちゃった。どうしよう、どうすればいいの。ロコまだ駅までは行ってへんやろ。茜、早追いかけんと。え、追いかけるって、でも茜ちゃんのせいなんだよ。ロコちゃん、茜ちゃんの顔見たくないかも。なのに茜ちゃん行っていいの。そうですよ、茜ちゃん、茜ちゃんが追いかけないと。せやで、ロコのパートナーは誰やった。ロコちゃんのパートナーは茜ちゃんだよね。わかった、ありがとう。プロちゃん、アリサちゃん、ナオヤ、茜ちゃん行ってくれ。Thank you.
ですか？そんなにフルスピードで。ひろこちゃん、ごめん。あかねちゃん、無神経だった。え？あかねちゃん、番組のことしか考えてなくって、ひろこちゃんの気持ち全然わかってなかったよ。そんな謝らないでください。番組は本当にグレートなアイディアでしたし、ロコはただアカネのくれたオファーにコミットできなかったことが情けないだけです。それにアカネのアイディアにはロコアートがマストなんだって勝手に思っちゃってロコちゃん、だってアカネはロコアートにそんなに期待してなかったんですよね。そのことだけど。ごめんロコちゃん、実はアカネちゃんあんまり期待してなかった。怒らない！
いよいよ公演始まるよ。ステージ衣装のあかねちゃんも可愛いでしょ。というわけで今日は特別編、ステージ直前のアイドルたちの素顔に迫っちゃおう。チェケラ。お疲れさんです。今日も見てくれてありがとうね。私らみんなでたくさん練習してきたんだわ。ファンのみんなにも喜んでもらえるかな。レッスンほんまにめっちゃ大変やったわ。もう思い出すだけで震えてくるし。せやけど頑張った分自信もありますんで、期待しとってな。ほらアリサもなんか言わんと。アリサさんもこっちに来て一緒に挨拶するべさ。でもアリサはカメラマンですからカメラを見ておかないと。プロデューサーさん、わかりました。あとはお願いします。トゥー、ファンの皆さんおはようございます。まずだアリサ16歳です。アリサめっちゃ噛んでるし。アリサさん緊張してるね。深呼吸したら落ち着くんでないかい？ひなたちゃん、ありがとうございます。これはステージ直前のアイドルちゃんの匂い。あれさ、超復活しよう。復活したはええけど、プロデューサーさん、これ放送してええの？さあさあ、ここで耳寄りな新情報。あかねちゃんとロコちゃんが歌う新曲の紹介だ。はい、ロコがあかねとデュエットするのはキュートでポップな恋の歌なんです。でもロコはアートが恋人ですから、最初なかなかイメージできなくてディフィカルトでした。そこで野々原あかねちゃんの登場だ。あかねちゃんイルキャンで鍛えちゃったからね、恋愛番長だし。あかねと二人で漫画を読んでトークしました。ロコもちょっとコミックに詳しくなりましたよ。その言い方だと二人とも漫画に詳しくなっただけに聞こえるけど、まあいいや。それと前の放送でちょっとだけ話してたマスコットも完成したよ。アカネとロコの自信作ですよ。オーディエンスのみんなも楽しみにしてくださいね。それじゃ配信はここまで。続きが知りたい人は今日の公演を見に来てね。ステージでスタンバイしてますからね。客席から見たかったですけど我慢しました。公演も楽しかったけど、その前のあかねチャンネルも楽しかったね。もう公演とか関係なしで番組を続けるのはどうかにゃん。
乗車数も増えたことだし。お、プロデューサー。そうなんです、これからのことをディスカッションしてたんですよ。はい、せっかくお客さんもついたことですし、生放送を続けるのはどうかって。あかねちゃんがスケジュールとか平気なんやったらいいんちゃう？プロデューサーさんはどう思います？せっかくだから続けられるといいね。そしたら収穫した野菜でお料理もできるべさ。ひなたちゃんの手料理、それはありかもしれませんね。今回の公演はアイドルのパーソナリティがケミカルリアクションしたってロコは思います。うん、誰が欠けても起きなかった奇跡のステージ。あかねちゃんは、あかねちゃんは、あかねちゃん、ちょっと涙拭いてくるね。あかね、ひーふーによ、くっくっく、想像以上のみぎり。あかねちゃんとロコちゃんの新作マスコットに感想あかねちゃん人形、いやー売れた、売れたよ。これぞプロモーションの醍醐味、笑いが止まらないとはまさにこのこと。はっ、あ、茜、そのマネーは。ギャー、ロコちゃん、ついでにプロちゃんまで。茜、まさか公演のプロモーションもマスコットも全部マネーのためだったんですか？いや、違う、はないけど、だって、その、ほら、プロモーションにはお金がいるし。次のお仕事入れてね。あかねちゃんは次回こそアメリカ